マクロスクロスオーバーライブは SF アニメ、マクロスシリーズに関連するアニメソングの音楽イベント。2009年10月、2013年7月、2019年6月に幕張メッセで開催された。マクロスシリーズを歌で彩ってきたアーティストたちが集結するスペシャルライブであり、時空を超えた共演も行われる。公演名は、三協プレゼンツマクロス元年記念。 マクロスクロスオーバーライブ AD2009-45-59 ハリメッセ2009年10月17日と18日にマクハリメッセイベントホールでに公演が行われたタイトルの AD2009 はシリーズ設定中の西暦2009年に長時空要塞マクロスが位置することを意味し同じく45はマクロス7の2045年59は マクロスフロンティアの2059年を意味する。現実世界において2009年を迎えたことを記念してマクロス元年と題し、2月に秋葉原でマクロス新中式展を祝うイベントが開催され、10月に歴代アーティストが集結するライブイベントが行われた。マクロスフロンティアステージでは同年11月の公開を控えた劇場版マクロスフロンティア偽りの歌姫から、 新曲が披露された。二日目の公演では、シェリル・ノームの声を担当する、遠藤アが、サプライズ登場し、10月21日に20歳の誕生日を迎えるメインを祝った。長寿空洋祭、マクロスステージでは、愛、覚えていますかの作曲家、加藤和彦が公演前日に他界したことを受け、二日目の公演で、飯島マリが加藤との王子の思い出を語った。 マクロス7ステージでは10月14日発売のファイアボンバー再結成アルバムリ・ファイアから新曲が披露された。また、バサラとミレーヌの声を担当するカンナエンレンと桜井聡志が登場し、4人でライト・ザ・ライトを歌唱した。また、初日は長軸要塞マクロス2ラバー・アッツ・アゲインマイナスより笠原広子、2日目はマクロスプラスより荒井秋野が シークレットゲストとして出演した。アンコールでは、ファイアボンバーメイン、飯島マリ、中島愛というクロスオーバーが実現した。最後に、飯島が書き下ろしたテーマ曲、長時空アンセム2 0 0速をしてる、感じているを全員で歌って、ライブの幕を閉じた。出展出展。は初日と2日目で異なる曲目。1日目2日目公演名は、 三協プレゼンツマクロス30周年記念、マクロスクロスオーバーライブ30。4年ぶりのクロスオーバーライブは、2012年より続いてきたマクロス30周年プロジェクトの一つとして、幕張メッセの国際展示場に会場を移し、2013年7月13日に行われた。今回のクロスオーバーライブは、アーティスト別の構成となり、約5時間のロングステージとなった。 オープニングでは、ノーム家の祖母マオノームと、孫娘、シェリルノームが、アイモーデュエット。ゲーム、マクロス30銀河をつなぐ、歌声の、歌姫オーディションでデビューした新人の戦艦春香は、デビュー曲、プラネットクレードルを披露した。アンコールでは作曲家の菅野陽子が、ピアノで、マクロスソングのメドレーを演奏し、マクロスプラスの荒井秋野と、マクロスフロンティアの坂本マーが、 ファンのピアノ伴奏で歌う、というサプライズ演出が行われた。ファイア・ボンバーと、メイン、中島愛は、シリーズ30周年記念作品、マクロス FB7 俺の歌を聴け、のテーマ曲、娘娘ファイア、突撃プラネットエクスプロージョンをデュエットし、1万3000人を超える観客を盛り上げた。当ライブは、真夏の人よ限りの夢というストーリー仕立てになっており、 ステージの合間にマクロスフロンティアの吉野博之の脚本によるボイスドラマが挿入された。このライブは誰かが見ている夢の世界で会場にいる全員が巻き込まれているその人物が目覚めない限り誰も現実世界には戻れないという説明の後マクシミリアン・ジーナスとクランクラインがガイド役になりシリーズ歴代キャラクターたちとの絡みを交えながら 夢の主を探していく。その結果、劇場版、マクロスフロンキア、サヨナラの翼のラストで力尽き、昏睡状態になったシェディルノームの夢の中にいることが、わかる。彼女の本当の願い、サオトメ・アルトとの再会が叶えば、眠りから覚めるだろうと示唆される。そして、バジュラクイーンと共に、行方不明になったアルトが、銀河のどこからか、 無線通信で、俺は必ず帰ると呼びかけてくる声が聞こえたとき、ライブは終演を迎えた。作品の制作順に記載。ボイスドラマ声優出展出展。7月13日公演名は、三協プレゼンツマクロスクロスオーバーライブ2019、アット、幕張メッセ。6年ぶりのクロスオーバーライブは、 前回と同じ幕張メッセ国際展示場で2019年6月1日と2日にに公演が行われ合わせて2万6千人の観客を集めた。また全国56の映画館でライブビューイングも催された。今回は初代の長時空要塞マクロスから最新作のマクロスデルタまで作品の年代順に構成が組まれた。マクロスフロンティアステージでは 劇場版、マクロスフロンティア、サヨナラの翼のバジュラ、母性突入戦をスクリーンに映しながら、メイン、中島愛の歌とバンドの演奏をシンクロさせ、放課後オーバーフローから、娘娘ファイナルアタックフロンティアグレーテストヒッツ、サヨナラの翼、ザインドオブトライアングルまでのクライマックスシーンを完全再現した。メインと中島は、それぞれの出演時間を持ち寄って、構成を決め、 二人で本番のステージを作り上げた。MC で中島はいつかマクロスフロンティアの単独ライブをやりたいですと宣言し、これをきっかけに2021年にマクロスフロンティアギャラクシーライブ2021まだまだ二人はこれから私たちの歌を聴けが開催されることになった。マクロスデルタから初参加となるアルキューレは初日はファイヤーボンバーと二日目は メインとデュエットした。二日目の MC では、制作中の劇場版第二作のタイトルが、劇場版マクロスデルタ絶対ライブに決定したことを発表した。公演の最後には、超時空要塞、マクロスの音楽を作曲し、6月2日に没後13回忌を迎えた、羽田健太郎を偲んで、超時空要塞、マクロスの ED テーマ、ランナーを全員で合唱した。 作品の制作順に記載、出展、場所日と二日目で異なる曲目、1日目二日目、ありがとうございます。